はい、どうも、しんげちです。それでは、新米スナイパーが行く、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回のミッションは、ミッション10、異邦人の帰還でございますね。市街地に侵入した巨大生物を殲滅します。フォーディナーのマザーシップが作戦エリアに近づいており、空軍がこれを迎撃します。地上部隊は巨大生物との戦闘に専念してください。了解しました。あ、間違えた。はい、そこ退却。難易度間違えました。失礼失礼、難易度間違えちまったぜ。出撃します。ミッション難易度ハーデストですね。それではミッション開始ですね。確かここは初めこいつらを倒して、そこからマザーシップが降り立つんじゃなかったっけね。まずこいつらを先に殲滅しなければなりませんな。貫通。まあ市民は気にしないでおきましょう。無敵なんで。俺より強いな、お前。あのおばさんたち俺より強いですからね。無限アーマーなんで。あ、後ろにいる。結構早いですからね、この、ハーデストさんの、ハーデストさん。ハーデストのアリ。感度を上げております。スティック感度をね、上げとかないとね、追いつけないですよ、こいつらの動き。でもあんまスナイパーの時は上げない方がいいんですね。行き過ぎちゃうんで。今のスティック感度が、感度、速度、旋回速度か。85ですね。これがちょうどいいですね、自分は。突撃じゃー、行くぞー。俺についてこい。かっこいいぜ、こいつら。行くぜ。行くぜ、行くぜー。で、何が出てくるんだっけ、あとは。またありか。今度はもう、さらに大量のありじゃなかったかな。待っときましょう、ここで。わざわざあんな入り組んだとこに行く必要ないんです。待てい！こら！進むな。まあいいや。アクティブ。敵アクティブになりました。援護します。隊長殿、援護します。おお、なんだ今の止まったぞ。おっと、マザーシップさんのお出ましかね。後ろにいるな。こんなとこに。危ね。お、スナイパーとしての仕事をちゃんとしてますよね。おそらく。突撃兵じゃないんですね。スナイパーの仕事は後ろから援護。挟まってるやつを援護。
これね、仲間の EDF さんたちの体力がいまいちわかんないですからね。突然死ぬ時がありますんで。あ、誰か死んだ。おめえか、やったのは。後ろから撃ってんじゃないよ。巨大生物は後ろに回り込む。本当だな。指揮官が必要だ。あいつら途方に暮れてるな。あ、いねえ。どこ行った？仲間どこ行ったの？あれ、仲間みんな死んだかな？俺一人になってる。来るぞー。今度は後ろと前から、前と後ろから来るんじゃなかったっけ？あ、そうそう。この倒せない輸送船からいっぱい落ちてくるね。ここは不利なので河原に向かいましょうかね。ジェノサイド砲が、ジェノサイド砲が起動されてるので遠くから見物しますか。これで、あっ、ぐわー、大破壊じゃ。レンジャーパイブが巻き込まれました。たこ焼き強え。レンジャーパイブどこにいたんだ。橋の下にいたのかな。そんなとこにいるやつが悪い。さてと、こっからが俺の戦いの始まりでございますね。海に落っこちないように注意してここら辺で戦います。早く落っことせ。囲まれることを避けるために一番こっち行きますか。端っこに休息を取り、準備を整えてから舞い戻ってくればいい。その頃には地球は巨大生物に覆われている。小原さんが熱弁しておる。来るぞ。の輸送船から巨大生物が投下されています。はい、開かない。総員、巨大生物を殲滅しろ。ん、こいつは意味ねえのか、ひょっとして。大量に落としたな。結構難しいんですよね、簡単そうに見えて。数が多いんでね。うまいこと倒していかないと。近づかれる前に倒す。邪魔だ。邪魔だ。死体が邪魔なんですよ、このゲーム。あぶね。至近距離だとまだ一撃しかな、多分。危ない。ちょっと、そう、ああいう風に動けなくなるね、死体で。このクソ野郎たちの死体でね。はい、囲まれてるぞ。逃げろ、逃げろ。もうほんとレンジャーさん使いづらい。俺は苦手ですわ、レンジャーさん。やばい、死ぬ。危ねえ。危ねえ。
ちまった目やばい怖え怖えよ怖えっす助けて誰も助けちゃくれないんだよねオフラインだからおいや自分のことは自分で何とかするぜ俺はそうやって生きてきたんだなんちゃってね自分の道は自分で切り開くのさイエーイさあこの空元気いつまで続くやらやられたとか言ってみんなやられてたんですね嘘つき信じてたのにまた俺一人になっちまったじゃないかストームチームって言うんだからさやっぱ仲間を引き連れるシステム作ってください仲間育成モードをぜひとも次回作にお願いしますそしたら俺女の子を3人ぐらい引き連れて育てるもんね育て上げますドリームクラブのあの格好とかさせることができたらいいですね同じ会社なんでうわあんなとこにやがるどうすんだあれ撃っちゃえばいい撃っちゃえばいいんだ全部全部撃っちまえばいいのさいさあ、来いや。ちょろちょろ、登り上がったぜ。やりづらいぜ。早いぜ、動きが。なんだ、今一瞬止まったな。マザーシップから飛行ドローンが発進。くそ。なんちゅうこった。地上部隊が攻撃にさらされます。こちら作戦指令本部飛行ドローンが来る撤退しろ急げ撤退したいんですけど急げと言われてもアリがまだあと3匹ぐらいいるんですもんこちら連載ヘイト飛行ドローンに追いつかんねん現在交戦中このままでは全滅します応援をストームチームレンジャーヘイトが敵と交戦中だ救助に向かえ断るそんな体力ねえっつうのレンジャー8ストームチームが救助に向かっている救助に向かっていることにされてしまったそう行かなきゃ行かなきゃいけねえじゃねえのいや俺は行くぜ仲間は見捨てれないぜコンピューターといえども同じ EDF の仲間は見捨てないぞでもちょっと待ってて今行くと死んじまうんだね遠くから撃たして。なるべくこれで数を減らしたい。なんかアリらしきものがいるなあっちに。大丈夫かな。結構減ったな。と油断していくと死ぬんですよ、このハーデストってのは。しばらくあいつらに頑張っててもらえない。なるべくまとめて倒したい。あらよっと、あら外れた。あらよっとっと、あれ。この変な無軌道な動き、やりづらいぜ。重なったところを撃つ。一気に仕方なかった。
やれやれ、めんどくさいやつらめ。さっさと死になせい。なんか後ろにおる。おい。ふい。危ないぜ。大丈夫か、レンジャー。何、9、8、7。わからんが。よくぞ生き残った。よくぞ生き残った。チッ、外したぜ。みんな行くぞ。あと一匹なんかいるぞ。あと一匹なんだろうね。あ、アリだ、やっぱ。アリちゃん、いい子だからここの車線上に出ておいで。そんなとこ行かずに。よし、ストリンガーでズドーンと粉々にしてやろう。あえて後ろを向く。はい、来た。ドーン。跡形もなく、あ、痛い。空中コンボ。空中コンボだ。はい、ちょっと死にそうになりましたけど、ここをクリアすることができましたので、もう一個やってみましょう。対空戦。まあ、装備はこのままですね。いや、このままじゃダメだね。これは、撃ちやすい装備で、撃ちやすい銃を持っていかないと。まあこれがありゃいいんでしょうね。OK。出撃します。ミッションを難易度を選んで。さあハーデストで、あ、また。ミッション11、対空戦。マザーシップが飛行ドローンを投下し続けています。飛行ドローンは人間を攻撃する自動兵器。放置すれば半永久的に人間を襲い続けるでしょう。人類が絶滅するまで戦い続ける恐るべき敵。疲れを知らない殺戮マシンです。絶対に今ここで絶滅させなければなりません。確かガンダム F91 にいましたね、こういう敵がね。よし、行くぜ。はい、ミッション開始。ここはね、有名な稼ぎポイントなんですけども、今回はそれはやりませんので。確かこの中に隠れていれば終わるんじゃなかったっけ。ここの EDF さんたちすごい強いので、インフェルノでもね、ここに隠れていればいいんですよ。ここに隠れてある程度数が減ったらアイテム回収して終了みたいな。まあ、今回はそれやらないんで、ちゃんと戦えますよ。めんどくさいですが、ちゃんと戦いましょう。見えねえな。いい、行こう。どういた ?4 つ ?3 個 ?3 つだ。4つ、5つ、6つ、飛行ドローンが来るぞ。これ無人兵器だったんですね。俺自分てっきり宇宙人乗ってんのかと思った。フォーリナーが乗ってる兵器かと思ってました、ずっと。中の人うめえとかってたまに思う時ありますけど、無人だったのかい。無人くんかい。いいよ、あら。だからこんな変な動きするんですね。コロン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 。コロンコロン。コロ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 。EDF ってね、こう順調にぶっ壊してるときは、また第2弾、第3弾の敵が来るんですよ。大抵そんなもんですよ。もう慣れた。
うわ、撃ちづらい。いいな、俺もスティングレイで撃ちてえよ。もはやわけわからん。あとでいっぱいおごってくれ。リロード。主観視点で遊んでみましょう。遊んでみましょう。FPS モード。むずいな。距離が近い。距離が近くてわかんない。いた。適当にアーマーでも回収しますかね。隊長は無事ですよ。ここの隊長最強ですよ。やたら硬いんですよね、この EDF たちは。他のとこはすぐ柔らかくて死んじゃうのにね。特に谷間のなんとかっていうとこはね、すぐ死んじゃうからね。って言ってる間に終わっちゃいました。やっほー、終わっちゃったぜ。はい。ライサンダーレベル2持ってます。レベル2じゃないね。ライサンダー2レベル45ね。では今回は割とあっさりめのミッションでしたね。これもう一個やろうか。もう一個やりましょうかね。ここやって終わりにしましょう。魔の降る日、フォーリナーの輸送船が、市街地上空を飛行しています。再び巨大生物の投下を開始するつもりかもしれません。現地に向かい、巨大生物の脅威から市民を守ってください。了解いたしました。ミッションスタート。さあ行きますか。で前進。市民は逃げなさい。おっ、こける、危ない。お嬢さん早く逃げて。逃げるなさい、逃げるんだ。危ないぞ。そっちじゃねえって。さあ、いらないものをボコボコ落としてる奴らを、お仕置きの時間だぜ。これ邪魔なんですよね、この変なとこ、足場みたいなとこ。スナイパーライフルしか持っていけないので、壊すことはできないです。いつも壊すんですけどね、他の武器を使っているときは。だが私は今スナイパーなんでね、スナイピングにかけますね。なんかありって当たんない時あるよね、体が変な形だから。さあ、合流だ。仲間どこにいんね。上か？上にいんのか、これ。上にいるんですかね。上にいるんですね。ほっときますか。あと2匹。逃げろ。すぐ近くにいる。くそ、電柱が邪魔だ。いや。街中はね、障害物がいっぱいあるんでね、このように、ほら。急
本当俺の嫌いなステージ。三角地帯みたいなとこはいいんですけどね。向こうだ、走れ。すぐ近くにいる。よし、やっと殺した。さあ仲間を引き連れないとやばいですよ、ここは。そして俺の鼻も詰まっててやばいですよ。この時期はね、鼻も喉もこんなになるんでね、あんま実況したくないですね。皆さんにお聞き苦しい感じになりますね。てかいないじゃん、どこにいるんだ仲間も。何これ、あ、いた。行くぞ、こっちだ。囲まれるぞ、そこにいると。あんまりあの足場に近づいちゃダメだ。立体、うん、なんつうのこれ、歩道橋じゃなくてこれ、これにねまとわりついてる、邪魔なんですよね、このビルとかも。人類が巨大生物の増殖を防いでいるのが許せないということか。よし、戦闘準備。あいつの、あっちの、あっちのやつらとも合流しないと次ぐらいのやつが防ぎきれないです。邪魔、邪魔、これも邪魔、邪魔だい。来るぞー。あ、いたいた、仲間だ。なんでそんなに張り切ってんだ。よっそー、うむ、指揮官に入っていいぞ。その代わり、あの、頑張って。さすったぞー。なるべくまとめて倒したいですね。後ろだ、やばい、危ねえ、いけ。やばい、だんだん劣勢になってきたぞ。すげえもんだな。やばい、取りに行くんじゃなかった。囲まれるんですね。俺の怒りのストリングは暗い、悪い。人類から見れば巨大生物は害虫だ。だがフォーリナーから見れば逆なの。暗い、悪い。生き延びろ。ああ、もう電柱邪魔。危ない、危ない、危ない。フォ
ーリナーにとって、人類こそ巨大生物の生息を阻む害虫のような存在だとしたら、ほんと危ない危ない危ない早いからな、すぐ来るよね。はい、倒しちゃった。いろんなものが取れないんだよねもったいね。まあいいや、武器が1個取れた。はい、見ての通りですね、ここら辺からあのギリギリの戦いになってきますね。敵のね、数がもう多くなる一方でね、こっからはそれをうまく、対処しなきゃいけないってことっすね。で、次のステージだけ覗いてみましょうかね。あ、ここです。円盤撃墜作戦、円盤倒さない限り終わらないステージですね。次回はここをやっていきたいと思います。はい、今回はちょっと長くなっちゃいましたね。今回もご視聴していただいた方、初めて見ていただいた方、長いことありがとうございました。それでは次回も頑張りますので応援よろしくお願いします。それではさようなら、バイバイ。